じゃあこうという字に行きますね。人偏を立ち気味に持ってきます。縦ですね。同じぐらいの位置から、ちょっと下からスタートしたので、同じぐらいの位置から持ってきた方がここが広くなってよかったと思います。少し内側に入って長く止めますね。そしたら矢を描きます。まあこの位置ぐらいから描き出すといいかな。沿っての1、伏せての2倍、左寄りからまっすぐに持ってきて開く感じですね。ここは45度で洗っていきます。